テレビアニメのけものたちの夜ラジオのけアニラジオ。皆さんこんばんは。ちょっと待って、あれなんですよ。何かっていうと、なんで笑ってしまったかっていうと、今自分のね、声のタイトルコールを聞いた時に、あ、俺ってこんな声してるんだ、かっこ悪いなと思ったら、ちょっと面白くなってちょっと笑っちゃいました。じゃあ改めまして皆さんこんばんは。テレビアニメのけものたちの夜、マルバスネクのコルチカツユキです。テレビアニメのけものたちの夜ラジオ、この番組はテレビアニメのけものたちの夜をご覧の皆さんとの親交を深めながら最新情報をお届けしてまいりたいと思います。というわけで今夜はですね、この屋根裏部屋にゲストがお越しくださっております。テレビアニメのけものたちの夜、ウィステリア役の竹田彩奈さんです。どうぞ。小西さんの声は素敵だと思います。竹田彩奈です。いや素敵じゃないです。素敵じゃないです。いやもうほんと、なんかもうちょっと頑張って撮っときゃよかったなと思った。私だって前やってたゲーム、小西さんの声に一目惚れして好きになりましたよ。結婚してもらえすいません、もう結婚してる。あ、そうか。私も結婚してるんで残念なんですけど。お久しぶりですね。お久しぶりです。はい、まあでも先行上映会以来か、ですね。ですね。なんかアフレコ中はね、毎週お会いしてたから。そうなんですよ ね、うん。でもなんかやっぱりそのまあみんなで撮れなかったからね、なかなかこうなんかみんなでワイワイやっていこうっていう感じはなかったし、あとだから諏訪部くんだったりとか、はい、まあなんか3人4人ぐらいでね、うん、ずっとまあ収録してましたよね。ですね。懐かしいですね。懐かしい。そうですよね。あ、でも結構アフレコ早く、結構前から撮ってたから、そうだいぶ前に終わって、でその後先行上映会だったから、思い出すのに僕は必死でした確かに、そうですね。でも実際1話2話見てどうでした？いやでもやっぱなんか感動しました。なんか1話2話撮った時って、なんかそうまだ絵が完璧に出来上がってないじゃないですか、でどんな風になるんだろうなって思ってたら、いやなんかマルバスのね、なんかの人間になる感じとか、ふって変わるじゃないですか、かっこいいってなって、なんか、あ、こんな風に変わるんだみたいないや、漫画だとなんかコマでスッて変わるじゃないですか、アニメだとどういう風に変わるんだろうと思ってたから。そうそうそう、メタモルフォーゼじゃないけど、変身してるとことかね。そうあと戦闘シーンとかね、どういう風になってんだろう。そう、めちゃめちゃかっこよかったと思って、契約のシーンだったりとか、やっぱりなんかこう漫画だと止まってるものがアニメだとやっぱり動くので、そこの過程はとってもいいですよね。そうですね。あとアニメオリジナルの展開あったじゃないですか。でなんかちょっと変態なおじさん変態なおじさんとちょっとぶっ飛んだおじさんみたいなんですか変態の方でいいんですよね。はい、変態の方で、ちょっと変態チックの方がいいんですよ。そう、変態、ちょっとそれがなんかすごい掘り下げられてて、なんかやっぱこうアニメになって見た時に気持ち悪いなと思いましただからその感じ悪い、最初に出てくる感じ悪いおじさんも、漫画だと割とこうさらっと読めちゃうんだけど、アニメになるとやっぱり一緒にアフレコしてるからっていうのもあるかもしれないんですけど、アーメンも含めて、アーメン一回聞きたかったな、アーメンも含めてなんかなんて言うんだろう、なんか根性の悪さというかウィステリアをどん底にこう叩き落としてる感じがより強調されてて、ね、お芝居もね相まって、あれすげえ面白かったな。いや本当になんかどんどんこうウィスがかわいそうになってくるっていう僕アフレコで覚えてるのが、竹田さんもうちょっとだけウィステリア弱くしてもらっていいですか。そうだそうだお布施をお願いするときが完璧すぎてダメですみたいなそれだともう一人でやっていきますあ、そっかって思って竹田さんの芯の強さ、後半のウィステリアの芯の強さがもう前半で伝えなきゃっていう気持ちが前に出すぎちゃってあ、なるほどなって思ったそういうのありますよね。でもひ弱な感じだけダメなんだと思って、僕もね、でも僕でもっと若く、もっと若くって毎週言われてましたから。そっか、確かにそうで言われてましたね。そう、やっぱりマルバスはなんかちょっとね、長いこと生きてるので、はい、なんかちょっと重厚な方がいいのかなと思って、もっと若く、もっと若くって言って、
そっか、私も結構あのやっぱ若く作ってくださいって言われたので、なんかあ原作よりちょっとこう幼い感じなんだと思って、それがすごい印象的でしたね。なるほどなるほど、うん、後から来た諏訪部くんもあのもっと若くって言われてたから確かにやっぱり言われたと思って俺たち言われるだろうなと、みんな言われてましたねさあというわけでですね、あの気になった方をですね、はい、あの変態の人と、これ変態じゃないですね、ちょっと変わった人とあのぶっ飛んだ人、はい、ぜひともあのまた見直してみてくださいというわけで第3話もお楽しみに。というわけでのキャンニラジオ密かな大瀬のお時間です。テレビアニメのけものたちの夜ラジオのけアニラジオ、あなたとの出会いが世界を変えたグランプリ、一目出会ったその日から世界が変わることもある。パンチでデートみたいなやつだ、わかんないか今の子、パンチでデートわかんない、すいません、わかんないです今の子わかんないか人でも物でも概念でも出会いが、人生を一変させた出来事紐解いてまいりましょう。というわけでゲストの武田さん、はい、世界が変わる、自分が何かに出会って、自分を変えたことなどございますか。そうですね、これ食べて変わったとか、うんうんうん、なんか買い物に行ってこれ買って使ってみたらものすごい変わったとか、仕事とかなんかこの仕事やって変わったとか、そういうのあったりしますか。私がなんかオタクになった入り口になった作品、オタクなんすか。あすごいオタクです、武田さんって。はい、私小学校1年生からいわゆるそのギャルゲー的なやつをめちゃめちゃプレイしてきた人なんです。もう可愛い女の子が大好きで、あそうなんすか。小学校1年生で初めてときめきメモリアルをプレイして、ワンです。ああ宇崎しおり、はい、そこから沼に入ってしまって、はい、もうズブ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 とギャルゲーを買いまくり、そうなんです。全然イメージなかったです。本当ですか。そういうとこ通ってきてないんだろうなと思って。全然です。現場でもさあの、はい、雑談しないじゃないですか。あそうですよね。そうだからその人はどういう人なのか全く知らないので、あ初めて知りました。そっか、なんか私あんまりこう自分のことあんま話さないから、知らない人結構多いんですよね。僕もねあんまり自分のこと話さない聞かれないと話さない。そうなんか、私なんかの話聞いてもつまんないよなって思ってるから、なんかあんまり話せなくて。ギャルゲーの話もっと聞きたいそうギャルゲーに出会って、そうギャルゲーに出会って、で初めてプレイしたゲームが、あやかし人間くの一番っていうプレイステーションのソフトだったんですけど、でそれがなんかその主人公の女の子が忍術を使えて、忍者くの一の女の子なんですけど、その子がなんか3人の姫を護衛するためにとある学園に入って、その3人の姫を護衛しながら学園生活を送るっていうゲームだったんですよ。でそれが私子供の時気づかなかったんですけど、いわゆるユリゲーだったんですね。あーなるほどそうなんだ。そういうのって昔からあったんですね。あったみたいで、当時はなんかあすごいこの子たちすごい仲良くしてる可愛いって見てたんですけど、大人になってやってみたら、これユリゲーじゃんみたいな、で思えばなんかそうお風呂のシーンとかあって、なんかこうみんなでお風呂入るシーンとかあるんですよ、わあ仲いいんだと思ってやってたんですけど、なんか突如ヒロインの女の子がこう主人公の女の子がヒロインの胸をこうギュッてこう後ろからこう抱え始めて、皆さんイメージしてくださいよ後ろから抱えて後ろから抱えて、はい、バストのサイズを測るっていうスチルの絵が出てきたんですよえと思って、そんなスチルあるんだプレステすげえな。そうもちろんあのちゃんと、ね、バスタオルとかかかってちょっと全年齢でやれるような感じのゲームなんですけど、スチルがもうこう後ろからこう抱え込むっていう、何これと思ってすごいなんかびっくりしちゃって。それがハマったきっかけなんですか。はい後ろからのバックハグがいやそれだけじゃないんですけど、あなんかスタッフさんが今
出してくれてます。そう。気になった方ちょっと検索してみてください。主人公の女の子がね、菊池志保さんが声やられてて、でヒロインのこのパッケージに写ってる後ろのこのロングの女の子が、あの丹下さくらさんが声やられているんですけど、売れっ子の二人じゃないですか。そうなんですよ、もう素晴らしいお声のお二人がですね、はい、あのやられていて、もうこれに激ハマりしてしまって、もうそこからもうその先目も行ったりとか、もうズブズブと沼に行って、で中学生会になった頃には今度乙女ゲーっていうので今度発表で始めて、でそこであの小西さんがやられてるキャラクター好きになったりとか何をやったんですか金色の頃なんかあ、これだそう、コルダシリーズがすごい好きで、コルダ好き声優さん結構いるんですよ。あ、本当ですか。この業界めっちゃ喋りたい割といますよ。あ、本当若い子も結構いたりとか。そうなんだ、うん、そう、私があの大崎先輩がすごい好きで。貴重な人だ。本当ですか。貴重。大崎先輩ってほら2になったらあのなんだろう、携帯電話で携帯電話っていうかなんかメールだったりとか。あー、そっかそっか。そうで、なんかこう通話とかで、あの恋愛進めていくから、ちょ、会えないんですもんね。会えないだからそんなんで恋愛できるのって思うね。いや、好きだったんですよね。そう、あ、寂しかったな。でもみんなと一緒に恋愛したいって思った。そっか、でも結構あのちゃんとシリーズに毎回ね出演されてますもんね、尾崎先輩もね。そうです ね、あの世界の中で一番なんかなんだろうな、成功というかの例が多分大崎さんが、そう、世界中も飛び回っていろんな演奏会やったりとかって、うん、私も本当にあのなんか言い方ですけど、無駄に大崎先輩に曲聴かせに行ってましたもん練習しにもう褒められに行くために大崎先輩にうわ、めっちゃ嬉しいな。練習の曲を聴かせるみたいな結婚しませんか。あ、すいません、結婚してるんです。あ、そうですか。そうです、ごめんちょっと忘れてました。つい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 忘れてましたさあ、というわけでちょっとじゃあ判定しましょうかね。はい、ちなみにこれはあの判定しなきゃいけないんですよ。あ、そうなんですね。はい、まあ、どれぐらいあの世界が変わったのかっていうのを、0から180度までで判定するんで、180度です。お、やった、180度やったわこれだからなぜ180度かっていうと、やっぱあの竹達さんのそのイメージが変わった。あ、なるほど。とってもただのガチオタです。いやいやいや、やっぱそういう人がこういう仕事をやってくれてるのが一番嬉しいそっか、でも確かにその作品とかに出会わなかったら、やっぱこの世界に入ってなかったと思うので、そういうのからちょっとずつなんか興味を持ってってことですね。そうですね、俺もだからオタクだからなんかそういう気持ちわかります。仲間、はい、というわけで、竹田さんは180度、はい、ありがとうございます。ということでございます。やった。ここでですね、ちょっとね大切な、お知らせがございまして、はい、なんとスタッフがですね話し合いをしてくれまして、その週一番、まあ度数ですね、0から180度、度数を、稼いだ投稿者にですねのけやにポスターをプレゼントするということになりました。おお、すごい。これ毎週なんですか。その、更新ごと、更新ごとにってことですね。はい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 、更新ごとにのけやにポスターをプレゼントすると、さあ、というわけでですね、早速、皆さんから、いただいた、投稿の方を紹介し、あ、小話ですね紹介したいと思いますそれでは真央さんから、ご紹介させていただきます。人見知りで引きこもりだった私はスーパーのレジのバイトに出会っておしゃべり大好きになりました。人と話すのが怖くて家に引きこもっていたのですが、ある日時給1000円のスーパーのバイトを見つけて応募。お肉やお惣菜を並べるのを選択したのですが、バイトリーダーの方に人となれるために、人となれるためにレジやってみないとの誘いにまんまと乗りレジのバイトに入りました。レジの先輩方は私のお母さんくらいの年の方が多く、話しかけてくれる上に話しやすく、レジをやっているとお客様と自然とコミュニケーションが取れていたため相当口が回るようになりました。ビフォーを知っている方に会うと本当に変わったね、明るくなったねと言われるくらいに自分でも天気だったなと感じます、とのことでございます。すごい。これでも結構変わるよね。よくそうやってなんか人と喋るっていうことになるよな。ねえ、俺は未だになれないです。私もです。僕人見知りなのでそうなんですか。竹田さんとこうやってお話ししてますけど、はい、あの緊張します。やっぱり何喋ろうかなって考えながら喋るから。なんかでもやっぱ意外でした。いやいや、もう本当に、なんかでも現場だとなんかいつもこう誰かしらとこう
とてもなんか楽しくお話ししてるイメージっていうのがやっぱあったので、大阪くんがいたからですね。あーですかね。大阪くんはもうだいぶ長いのでイベントとかも一緒にやってるので、はい、いじりやすいんですよね。あーなるほど。大阪くんも答えてくれますしね。そうなんですよ、うん、確かにイベント中とかもすごくあの2人の掛け合いになんかとてもこう間に挟まれながらとても楽しく聞かせていただいてました。申し訳ない申し訳ない。いやいや、そう、楽しいなと思いながら、ね、そう、先行上映会の時ね、はい、そう、ちょっと大阪くんもね、いろいろいじったりとかしたので、ね、なるほど。でもその、はい、受け打ち解けたらこうガッと喋れるってことですもんね。そう、そうですね。なるほど。ああ、なんかやっぱり会う機会が増えると、うんうん、雑談とかも増えていくので、うん、そうするとね、あ、どこまで行っていいんだろうかっていうのがちょっと分かんないから、はい、ちょっとやっぱり引いちゃいますよね、あ、気分的に。あ、でも分かります。私も人見知りな気持ちがとっても分かります。分かります。彼女のだから、ね、うん、これすごいですよね。いや、この人と話してっていうの、レジやったとしても、うん、こんななんか喋れるようになったり絶対しないですもん。うん、分かるね。え、俺が例えばレジやったとしたら、あの、まあ、話しかけられたとしてもその時は返すけど、はい、あとはもうどんどん仕事をこなしていくみたいなマシーンになってると思う、ね、うんうん、武田さんとかどうですか。いや、私も絶対そういうタイプなので喋、うん、るの苦手なので、うん、多分その話しかけてもらったらすごい嬉しくて、うん、尻尾振っちゃうけど、うんうん、自分からあのってこう話しかけるのが苦手だから、うんうん、なんかもじもじしながら多分なんか無駄にこうなんかラベルとか読んだりとかしてやるやるラベルのラベルを、そう、なんか、あ、カロリーねとか、そう、これこういうの入ってんだみたいな、ね、そうそうそうです。やるお菓子とかずっと見てる。そうです。あ、ダメダメ、雑談してる場合じゃない。ちょっと判定ごめんなさい、みんなごめん、判定しなきゃいけなかった。あ、そうですよね、はい、というわけでじゃあ今回はせっかくですので、はい、武田さんにちょっと判定していただこうかなと思いますので、はい、はい、0から180度で、真央さんの小話は何度でしょうか。180度です。あ、いや、これはもう、うん、なんか自分だったら絶対にそうなれないだろうなっていう、うん、なんかやっぱその憧れというか、そのなんだろう、うん、すごいなっていう意味を込めて180度にします。いや、でもすごいですよね、うん、ね、尊敬します。尊敬します。というわけで真央さん180度でございます。まあね、いろんな方とねコミュニケーション取るの大事なので今後も続けていってみてくださいね、うんうん、お願いします。さあ、もう一通だけいきましょうか。ボタンさんからいただきました。小学生の時にロード・オブ・ザ・リングという映画でハリウッド俳優のオーランド・ブルームに一目惚れして、いつか絶対本人に会って直接英語で話したいと思い、そこから必死で英語を勉強しました、それまで特に何事も興味を持たなかった性格でしたが、その出会いのおかげで世界が広まり、仕事でも英語を話せるということでいろいろなチャンスをもらえて、今はスウェーデンへの移住を準備しております。そして憧れのオーランド・ブルームにも4年前に会えました。夢が叶えました。すごい、そんなことあるんだ。こういう行動力のある人どうですか。憧れます、尊敬します、うん、いや考えられない。武田さん的に武田さんってどういう人なんですか。なんかあのこれやろうと思ったら、はい、それに向かってガッて行動するのか、うん、まあなんか明日からやればいいかなっていうタイプなのか。私は熱しやすく冷めやすいタイプなので、うん、もうこれだと思ったらガッていくんですけど、うんうん、すぐ冷めるんですよ。なるほど、ね、もういいやみたいな。そうなんですよね、うんうん、もちろん好きな気持ちはずっとそのまま保たれるんですけど、うんうんうん、なんかその行動力っていうのが割とそのこう抑えがちになっちゃって、うんうんうん、あ、また今度でいっかみたいな。なるほど。じゃあ思った時にやんないとそうダメだっていうことなんだ。そうなんです。だから形からこう入るんですよ、うん、でそれこそ私も去年一昨年くらいに英語を勉強しようと思って、うん、なんか中学校の時のなんかその英語のドリルみたいな、なんか教科書みたいなやつとかをAmazonで買ってポチって、うん、で1ヶ月くらいは結構こうやってたんですけど、すごい、やっぱ途中でなんかスンってなっちゃって、うん、なんかまあ多分こう仕事が忙しかったりとか、はいはいはい、なんか環境がちょっとこう変わったことによって、うん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 、あ、もうダメだってなっちゃって、そこからもう1ページも開いてないです。いやでもね、それあの買うじゃないですか、はい、買って、僕の場合は買って届いたらもうそこで終わるんですよ。満足しちゃって、うんうん、
だからね1ヶ月やるのすごいと思う。本当ですか、うん、でも 3,4 ページくらいしか進んでないですよでも、ね、反復練習とかがやっぱああいうのは大事ですからね、うんうん、覚えていかなきゃいけないからね。そうですね。そんな武田さんから見た、はい、ボタンさんの行動力はいかがですか。いやすごいですね。いやなんかしかもオーランドブルームにも会えちゃってますからね。会いに行ったっていうのはすごいですよね。すごいですよ。だって会おうとしては会えるわけじゃないですからね。なんだろう、コミコンとかなのかな、な舞台挨拶的な海外のやつが行ったのかな。通訳とか ねえ、なんかもしかしたらね、すごいですよ ね今後もしかしたら仕事でねまたお会いするかもしれないですしね。はい、すごいです。じゃあ判定の方行きましょうかね。はい、それでは武田さん判定をお願いいたします。180度です。私激ヤマ甘い。いい主役が言ってんだから。いや主役が言ってんだから、だってなんか、うん、私はできないんですもん。いやもうなんかそのさっきの真央さんもそうですしボタンさんもそうなんですけど、うん、いやなんかもう本当人って素晴らしいなって。いやすごい行動力だと思う、うん、で一つ思ったのがこのコーナーの最初から結構ハードル高いの2つ出ちゃったから、はい、この後結構メール送りづらいんじゃないかなって。確かにすごく思う。そうですよね、うん、ねえ。ただみんなあの180だって、1番になったらポスターもらえますから。今回この2人にあげるってことですか。あ2人1位が2人とも180度で1位なので、はい、うん、今回このお二方にポスターをお届けするということでございます。おめでとうございます。武田さんの、激ヤマのおかげで2人の方に。私が選ぶと多分どんどんポスター減っていきますよさあというわけで、はい、まあ、あのこういう感じで、うん、もうめちゃくちゃ人生変わりましたっていうものでもいいですし、うんうん、なんか例えばご飯食べててあのちょっとなんかチーズを乗っけたらこんなに美味しかったですとか、うんうん、なんかそういうのでもいいのでぜひあの、ね、自分の人生変えたこういうものがありますよっていうのがあったらぜひとも送ってください。よろしくお願いいたします。以上、出会いが世界を変えた小話で賞金ゲットだぜ、あなたとの出会いが世界を変えたグランプリでした。ではここで一曲を聴きください。テレビアニメのけものたちの夜オープニングテーマ、竹達彩奈さんで明日の形。ハローハロー、何もない夜を越えられない、行き先不明な今日が終わってく。ハローハロー、何もない、もしも明日に触れられたら、きっとあなたの形をしてるのでしょう。心の奥のその奥の鍵を開けて確かめて、決して忘れない、離れない、消えやしない明日の形。のけあにラジオ。ここでのけものたちの夜に関するお知らせです。テレビアニメのけものたちの夜放送情報です。東京 MX では毎週日曜日22時から、読売テレビでは毎週月曜日26時29分から、 BS 富士は毎週火曜日24時から放送中です。放送時間は変更になる可能性がございます。ご了承ください。さらに各種配信サイトでも好評配信中。詳細は公式サイトでご確認ください。続いて音楽情報です。テレビアニメのけものたちの夜オープニングテーマ、竹達彩奈明日の形が楽曲先行配信中です。
ミュージックビデオもただいま好評配信中。 CD は3月1日リリースです。エンディングテーマ「ハクビリライト」もただいま好評配信中。ハクビセカンドアルバム「愛」は3月15日発売です。そしてアルバム発売に伴い全国ツアー「ハクビワンマンツアー2023 I to I」も開催決定。4月1日よりスタート。詳細はハクビのホームページや SNS をご確認ください。そして原作情報です。のけものたちの夜全8巻がただいま好評発売中。さらにのけものたちの夜アニメ化に伴ってアプリサンデーウェブリにてのけものたちの夜フレームナイトが特別連載中。毎週日曜日更新です。以上のけものたちの夜からのお知らせでした。のけやにラジオ。さあここからはふつおたコーナーです。あ、ごめんなさい、小話コーナーです。小話コーナーっていうのがふつおたコーナーでいいか。ふつおたコーナーで小話届いてますのでちょっと紹介させてください。ピンズルさんからいただきました。アニメの第1話早速見ました。ウィステリアの生い立ち、マルバスとの出会いなどがあり、1話から綺麗なアニメーションとウィステリアのいろんな表情に引きつけられてしまいました。特に後半のマルバスと悪魔との戦闘シーンで、ウィステリアが自身の悪魔の見える目を代償にマルバスと契約を結ぶシーンはストーリー、アニメーションともに感動しました。悪魔を倒し、ウィステリアとマルバスの旅が始まるというところで1話が終わり、次回が楽しみです。さて竹田さんに質問があるのですが、ウィステリアは1話で目を代償にしたため盲目のなってしまうのですが、目が見える時と目が見えない時のウィステリアで演じ分けや気をつけていることなどありますか、ということでございます。見える時と見えない時の演じ分け、うん、そこまであんまり変えてる感じはしないんですけど、うん、でもやっぱりその盲目になってしまうので、うん、やっぱ自分がその目の見えない感覚っていうのを、うん、なんか感じた方がいいなと思って、うん、目見えない中歩いてみたりとかしました。家で、家の中とか、あとちょっと外行ってみたりとか、エレベーターとかこう降りるのも怖くて、ガラスの仮面やってますね。さすがにちょっとあの道路は危なかったんで行かなかったんですけど、もちろんもちろん、敷地内、マンションの敷地内とかをこうちょっと歩いてみたりとかして、めっちゃ怖って思いながら歩いて帰りました。その目つぶって歩いてる時って、はい、どこに感覚が集中するんですか。やっぱでも耳、うん、耳とか、あとやっぱ匂い、うん、とかがすごくなんかこう敏感というか、うん、なんか他のことで補おうとやっぱすごいするんだなって思いました。なるほどね。でも僕も実際なんかね、ちょっとこう、あ、目をつぶって動いてみたらどんな感じなんだろうなとか、はい、うん、あとパッて僕たちは物が見えてて、はい、そこにもう物があるから目をつぶってもそこに向かって大体の距離とかって分かるじゃないですか、うん、だそういうのできるかなと思ってこういろいろやってみたんだけど、やっぱりなんかちょっと一歩出すの怖いですね。怖いですよね。 あと慣れてるお家ですら、うん、あ、こんなところにテーブルあったんだとか、こんなところに棚あったっけみたいな感じで、結構いろんなものにぶつかったりとかして、うん、危ないなって思いました。本当にだからもうね、うん、あのウィステリアもマルバスに、ね、しっかり面倒見てもらうと、そうですね、もうしっかり手つないでもらって、ね、うん、はい、というわけでピンゾルさんありがとうございました。さあそしてですね、番組にですねちょっと質問が来てまして、はい、作品から、サンデーエレファントさんからいただきました。1話を見ました。マルバス悪魔なのでしょうが可愛いですね。顔の質感とかどうなってるだろう、モフモフなんでしょうか、とのことです。おー気になる。どうだと思いますか、竹田さん的には。それはモフモフであってほしいですよね。だってさ、触ってみてうわ硬っみたいなのちょっと嫌ですよね。でもやっぱ触った時に、はい、なんかこうなんだろうな、洗濯機で洗って、うん、柔軟剤でふわふわになった感じなのか、うん、それともあの針金まではいかないけど、はい、ちょっと硬い毛ってあるじゃないですか、ゴワゴワする感じ、針のある感じ、そうそうそう、うん、ああいう感じなのか、
どうなんだろう、まあ、もふもふではいてほしいですけどね、はい、あの指通り滑らかな、そうですね、どっちかっていうとそうです柔軟剤ふわふわ系であってほしいなって思います、ふわふわ、ね、触った時に指に引っかからないタイプですね、はい、引っかからない感じがいいな、うん、というわけで我々ではちょっとですねあの結論が出せないので、はい、今日実はなんと原作者の、はい、先生様が、はい、あのラジオの見学にいらっしゃってまして、先生、星野先生、先生にですねちょっと実際どうなのかっていうところをちょっと教えていただこうかなと思いまして、うわすごい、あの公式ですよ、公式、そうだ、公式設定が皆さん分かります、これでご自宅でペット飼ってらっしゃる方がいたら、はい、それと同じ、じゃあうちシーズーがいるんですけど、じゃあシーズーの毛並みみたいなことってことですかね、トゥルントゥルンところだふわふわというよりは僕ツルンってしてる感じなのかな、昔あの短毛、はい、毛の短いワンちゃんを飼ってたことがあって、はい、うんうん、ザラザラだじゃんうちのマルバスじゃザラザラだ冬は静電気で 1.12 倍くらい膨らむと、なるほど、いうことみたいです、ふわっとしてるんですかね、あでもリアルな感じですね、確かにやっぱりなんか静電気とか発しそうですもんね、触ったらね、そうそうそう、パチッと、ね、ってねなるほど、先生ありがとうございます、ありがとうございます。さあというわけで、サンデーエレファントさん、ね、お悩みの方解決したでしょうか我々はちょっと謎の上に謎が来ました正解がね、正解がみんなそれぞれの心の中に、ただそう静電気で膨らむっていうのは共通認識ですね、はい、はい、ここはあとはですね、それぞれご家庭で飼われている、はい、あのペットさんとワンちゃん猫ちゃんとのですね、あの毛並みと一緒と、カメとか飼っちゃってたらもうツルツルってますよね、飼ったみたいな、まあ、あのワンちゃん毛長のワンちゃんぐらいだと思ってください、皆さん、はい、多分そういうこと、先生多分そういうことですよね、あ大きくうなずいてらっしゃるので、うんうん、多分そういうことだと思います。さあというわけで皆さん、たくさんの小話ありがとうございました。さてお送りしてまいりましたのけやにラジオ、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。投稿はのけやにラジオ番組ページにあるメール投稿フォームからお送りください。あのちょっとさっきあの説明し忘れたんですけれども、うん、あのぜひともですね、住所を書いていただけるとあのポスターをお送りしやすいので、うん、なんかねあの投稿フォームのところに住所書く欄がございますので、もしよろしかったらあのそちらの方も記入していただけると、スムースにポスターなど届くのではないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。さらにですね、温泉プレミアムサポーターの会員になりますと会員限定のおまけトークや番組アーカイブをお聞きいただけます、ぜひご入会ください。次回ののけやにラジオは2月3日更新予定です。さあというわけで竹田さん、はい、もう終わってしまいます。なんかあっという間でした。あっという間でした、はい、ほぼ初めてぐらいのこの竹田さんとのトーク、うん、そうですよね、現場でふわっとお話はするけど、うん、こうちゃんとお話しするのって初めてだったので、うん、あの僕は今日あの竹田さんの一面が見られてちょっと楽しかったです。あ、嬉しい、よかった、あオタクだったんだこの人と思って、はい、オタクなんですよ。そういう感じで今度から接していきたいと。ぜひ今何のゲームやってるんですかとか、はい、あとそんな時間ないか今は、あまりねなかなかできないんですけど、うん、でも好きあらばやろうかなと、はい、思ってます。ぜひまた大崎さんを今後もよろしくお願いします、はい、ぜひよろしくお願いします。あのまた番組にもですね、はい、あのそんなどこまであの番組ができるか分かんないですけども、機会があったら、はい、ぜひまた遊びに来ください。お願いします。よろしくお願いいたしますということで本日の配信はここまで。お届けはテレビアニメのけものたちの夜マルバス役の小西克之と、本日のお客様ミステリア役竹達彩奈でした。ではまた来る。